転倒とは倒れることである。転倒の定義は世界的に見ても統一されていない。最近の転倒研究に用いられている定義は以下のものである。両者の大きな違いは、前者は失神を含むのに対して、後者は除外している日本において65歳以上の地域在住高齢者では、その約20%が1年間に1回以上転倒をするとされている。 さらに入院、入所者では約40%、脳卒中患者では約60%と転倒率が上昇する。また転倒者は男性に比して女性が多い。転倒による外傷は軽症を含めると約50から70%とされており、重大な外傷である骨折を生じる割合は約1割以下である。しかし、イガラシラによる2000例の大腿骨警部、 骨折患者の原因を調査したところ、1689件が転倒を原因としていることが分かり、転倒予防の重要性が示された。転倒が発生しやすい時間帯としては、入院、入所者では午前6から7時のトイレや食事に行くために、活動性の高まる時間帯、地域在住高齢者では午前10から11時の外出するような時間帯に多発している。 この他路面凍結時のスリップなどの外的要因なども存在する。転倒者の特徴は屋内、歩行、つまずくである。屋内での転倒者は6割以上とされ、そのうちの6割が歩行中のつまずき動作によって生じている。その他の要因としては立ち上がり動作時のスリップや歩行、立位での方向転換が転倒を生じやすい。 転倒方向にも次のような特徴がある。その他、数多くの評価方法がある。病院や施設での転倒リスクを軽減するには、多職士官の連携が最も重要であり、研究報告も活発に行われている。転倒において二重課題が注目され始めたのは1997年に、ランドンらが行った研究で、歩行中の高齢者には、つゆはエイと尋ねて、 立ち止まったり、歩行速度が低下したものではその先6ヶ月間における、転倒率が優位に高くなるという報告がされてからで、ある。そのテストは、ストップスウォーキングウェントーキングテストと呼ばれ、臨床的にも簡易的で有用である。日本における二重課題の転倒に関する研究では、京都大学の研究者らにより活発にされており、研究報告も数多くされている。グロネク。 1989凍結路面ではペンギン歩きをドイツ医師会が注意喚起ロイター2017年1月12日閲覧ありがとうございます